それではヒーローインタビューです。小島選手に来ていただきました。小島選手よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、今日は第一打席から3安打でしたけれども、まず今日開幕戦でした。どんな準備をして試合に臨みましたか。まずは守備が大事なので、自分のピッチャーと相手の打線のことをよく考えて試合に臨みました。実際に第1打席から3打席連続でタイムリーになりました。バッティングの感触としてはご自身としてはどうですか。打球はあまり良くなかったんですけども、抜けてくれて良かったです。まずこの土曜日初戦を取りました。この初戦の勝利の意味というのはどのように考えていらっしゃいますか。これから長いシーズンになってくると思うので、その初戦を取れたことは非常にいい試合だったと思います。今日は5人のピッチャー明治大学投げましたけれども、リード面においてはキャッチャーとしてはどうですか。ピッチャー緊張してたと思うんですけど、いいボール投げてくれたので良かったと思います。はい、では、個人の目標とチームの目標についてお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、今シーズンは首位打者を取れるように頑張るのと、チームとしてはまずはリーグ戦優勝を目指して頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。そして放送席にですね、明治大学の広沢克美さんいらっしゃってます。広沢さんからお願いしてよろしいですか。小島、広沢です。お久しぶりです。聞くのは変なのでこれで終わりにします。はい、いいですか。はい、大丈夫です。ということで、はい、また明日以降の活躍楽しみにしております。ありがとうございました。ありがとうございました。ヒーローインタビュー小島選手でした。